エドバックに関する報告書の第一走行は、ジョン・フォン・ロイマンによって書かれた、電子計算機エドバックプロジェクトに関する全101ページの未完成の文書である。単に第一走行とも呼ばれる。エニアックプロジェクトのセキュリティ担当者であるハーマン、ゴールドスタインによって1945年6月30日に配布された。この文書には、 プログラム内蔵方式の概念を使用したコンピュータの論理設計についての世界初の公開された記述を含んでおり、ここからプログラム内蔵方式のコンピュータがノイマン型と呼ばれるようになった。第一走行の表紙本ノイマンはニューメキシコ州ロスアラモスまで電車で通勤中に報告書を手書きで、書き、フィラデルフィアに送った。ゴールドスタインはその報告書をタイプし複製した。 報告書にタイプされた日付は6月30日であるが、その5日前の6月25日には、第1草案の写し24部が、エドバックプロジェクトと密接に関係している人々に配布された。その報告書の内容に関する関心の高さから、その写しが世界中に出回った。ケンブリッジ大学のモーリス・ウィルクスは、1946年夏のムーアスクールレクチャーのために、 米国へ渡航するという決断の原動力として、報告書の内容に対する興奮を挙げた。フォンノイマンは超高速自動デジタルコンピューティングシステムの詳細設計について記述している。彼はそれを次の6つの主要な装置に細分している。CA は加算、減算、乗算、除算、平方根を実行する。対数や三角関数などのその他の数学的演算は、 ルックアップテーブルと打ち差しを使用して行われ、場合によっては4次関数を使用する。彼は、乗算と乗算は、対数表でも可能であると述べたが、数表を十分に小さく保つためには、打ち差しが必要となり、それには乗算が必要となる。数値は、日地表記で表す。彼は27桁の二進数があれば十分であると、推定したが、 符号ビットのために数を表すビットは30ビットとし、命令と数字を分けるためのビットを加えて1ワードは32ビットとして、これをマイナーサイクルと呼んだ。減算を簡単にするために2の歩数演算を使用した。乗算と除算のために彼は2進小数点を符号ビットの後に置くことを提案した。それはすべての数がマイナス1と1の間にあるように扱われることを意味する。 リレーよりも、真空管を使用するべきであると主張した。真空管が1マイクロ秒で動作する能力があるのに、対し、リレーは10ミリ秒でしか動作しないからである。フォンノイマンは、コンピュータをできるだけ、単純にして、演算を重複させることでパフォーマンスを向上させる、試みは回避することを提案している。三述演算は一度に一つの日地数のみ、行われる。 二桁の日地数の加算は1マイクロ秒かかると推定しているため30ビットの乗算には約302マイクロ秒、つまり約1ミリ秒かかることになる。フォンノイマンの設計は神経細胞をモデルとした彼が E 素子と呼ぶもので構築されているが、これは一つか二つの真空管を使って構築できるデジタル素子である。現代の用語では最も単純な E 素子は に入力のアンドゲートで一つの入力を反転したものである。より多くの入力を有するイーソシは関連する式位を有し、抑制入力がパルス化されない限り、正の入力信号の数が式位以上となった時に出力を生成する。彼はより多くの入力を持つイーソシは最も単純なバージョンから構築できると述べているが、 必要な真空管の数が減るので、それらを真空管回路として直接構築することを提案している。より複雑な機能ブロックはこれらの良い,い素子から構築される。彼はこれらの良い,い素子を使って加算、減算、乗算、除算、平方根、およびに状態メモリブロックと制御回路用の回路を構築する方法を示している。彼はブール論理の用語を使っていない。 回路は真空管発信機により生成されたマスターシステムクロックと同期していなければならない。同期設計では時間遅延を考慮する必要があるため、彼の論理図には単位時間遅延を示すための矢印記号が含まれている。彼は電気パルスは1マイクロ秒で300メートル移動するので、はるかに高いクロック速度、例えば毎秒108サイクルまでは、 ワイヤー帳は問題にならないだろうと指摘している。エラーの検出と修正の必要性については言及はされているが、詳しくは述べられていない。第1走行で発表され、後にノイマン型アーキテクチャと命名されることになる重要な設計コンセプトは数値と命令の両方を含む単一の記憶装置である。この装置にはかなりの記憶装置が必要である。 この記憶装置の様々な部分で性質や目的が多少異なる機能を実行する必要があるように見えるが、それでも記憶装置全体を一つの機関として扱うのは魅力的である。上に列挙された様々な機能のために可能な限り交換可能な部分でさえ、CC が受信する命令は M から来る。すなわち数値が格納されているのと同じ場所から来る。フォンの今は、 すねび分法定式、変微分方程式、相当確率実験など、いくつかのクラスの数学的問題に基づいて必要なメモリ量を見積もった。これらのうち、二次元と時間の変微分方程式は、最も多くのメモリを必要とし、3次元と時間は、それまで利用可能だった技術を使ってできることを超えている。彼は、メモリが、 システムの最大の細分化であると結論を下し、そして設計目標として8192個のマイナーサイクルを提案し、2048個のマイナーサイクルは依然として有用であるとした。彼は、プログラムを保存するには数百個のマイナーサイクルで十分であろうと推定している。彼は2種類の高速記憶装置、遅延線とアイコのスコープを提案した。各 マイナーサイクルは一つの単位として扱われる。命令はメモリ内の異なる点に切り替えるための特別な命令を用いて順次実行される。遅延線の日地数は遅延線を通過して先頭にフィードバックされる。遅延線内のデータにアクセスするには、所毛のデータが再び現れるのを待つ間に時間的な不利益を強いる。これらのタイミング問題を分析した後、 彼は遅延線を256個の遅延線で構成される DLA に組織化することを提案している。メモリアクセスでは最初に DLA が選択され、次に DLA 内のマイナーサイクルが選択され、合計13アドレスビットになる。アイコノスコープのメモリについては彼は真空管表面の核、スキャンポイントがコンデンサであること、 およびコンデンサが1ビットを保存できることを認識している。非常に高精度のスキャンが必要とされ、メモリは1秒程度の短い時間しか持続しないため、定期的に再コピーする必要がある。14.1説でフォンノイマンは命令のフォーマットを提案し、それをコードと呼んでいる。命令の種類には基本的な算術演算。 CA と M の間のマイナーサイクルの移動、前の演算の符号に基づいて2つの数のうちの1つを選択する命令、入出力、および他の場所のメモリ位置への CC の移動がある。彼は、それぞれの命令タイプに必要なビット数を決定し、次の語がオペランドである即時命令を提案し、将来アドレッシング可能なメモリを、将来可能にするためにスペアビットを命令フォーマットに、 残すことが望ましいと説明している。マイナーサイクルで複数の命令を保存する可能性について説明しているが、そのアプローチにはあまり熱心ではない。命令の一覧表は提示されているが、第一走行には入力と出力の命令に関する説明は含まれていない。暫定報告書を出版物として扱うことは、二つの理由からエドバック設計チームの派閥間の辛辣な 批判の根拠となった第一に、これが、公の開示となり、エドバックが特許を取得することを妨げとなること。第二に、プログラム内蔵方式の概念は、ペンシルベニア大学、ムーアスクールでの会議の場で発展してきたもので、フォンノイマンのそこでの役割は、単なるコンサルタントであり、第一走行は議論された概念を、フォンノイマンが、形式論理の言語に翻訳したものに過ぎないと、 エドバック設計チームの一部が主張したことである。フォンノイマンとゴールドスタインが他の人を第一走行の作者として挙げていないため、フォンノイマン単独の業績とみなされるようになった。ありがとうございます。